タイミングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回新型 M1X チップ搭載の MacBook について解説していきたいと思います。で、今回リーク情報をもとにですね、性能がじゃあどれぐらいになるのかっていうことだったりですね、じゃあどの Mac に搭載されて、どういった仕様や価格なのかっていうこともですね、ちょっと具体的にね、発売時期についてですね、今後どうなっていくのかっていうところを来年の展望とかも含めてですね、お話できればと思います。こちらのチャンネルでは Apple 製品をはじめとするですね、リーク情報の分かりやすい解説だったりガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしてますので、僕も含めてですね、皆さんと一緒に IT リテラシー高めていければと思っております。なのでチャンネル登録していただいてですね、最新情報をねどんどん受け取ってもらえればと思います。で、僕自身に M1 チップ搭載の MacBook の動画もいくつかねアップしたりですね、実際に1ヶ月以上ね、ちょっと使ってきたんですけども、想像以上ねやっぱこの性能とですね、そのバッテリー持ちですね、これ本当にやっぱゲームチェンジャーというかね、革命的なね変化をね、この M1 チップもたらしてるんじゃないかと思います。例えばインテル版のねプロの13インチ、こちらのフルスペックとね比較した動画とかも出してるんですけども、バッテリー持ちがね単純にやっぱ倍なんですよね。実際使った感想としても、軽い本当テキストベースの仕事とかであればですね、テキストベースの作業とかであれば1日ね、本当1日中電源なしで、全然余裕でね使えたりするんですよね。イメージ的には本当に iPhone とか iPad のようにですね、本当 Mac を、使えるっていう感じなので、本当に外出先でもバッテリーね電源とか一切ね、気にせず使えるので、これめちゃめちゃ嬉しいなっていうところです。やっぱりそのインテル版のね、インテルの時と比べて少ない電力でね、高いパフォーマンスっていうのを、出せるようになってるのがやっぱ M1 のねこの特徴かと思います。で、その驚異的なね、性能で非常に話題な M1 チップなんですけども、残りのその Mac のね、ラインナップにも、さらにね搭載されていくということなので、もう Air とかね Pro のねこのまだエントリーモデルの段階でこの驚異的な性能だったらですね、今後さらに進化していくってなると、そのハイエンドモデルにね入っていくとなると、本当にね本当にすごいワクワク、本当しますよね。もちろん今回はさらにそのハイエンドモデルですね、例えば MacBook Pro の16インチとかに搭載されるであろうですね、X チップについて、噂というかそのリーク情報というのが出てきてますので、そちらに関してねお話ししたいと思います。なんでその M1X チップの性能っていうのはもちろんなんですけども、じゃあどの Mac にね実際搭載されるのかだったりですね、デザインの変更とか発売時期とか、詳しい仕様とかに関してもね、しっかりお話ししたいと思います。じゃあまずもうね結論から言っちゃうというか、そのどの MacBook にねじゃあ出るのかっていうと、2021年にですね2つのプロが、デザインが刷新されて出ますと。つまり、プロの14インチですね、今のプロの13インチの上位版に置き換わる形と、インテル版のみのプロの16インチ、こちらが M1X チップ搭載で登場すると。そして、iMac の、24インチというのにも M1 チップですね、デザイン変更もしくはその M1 チップの、搭載があると言われております。詳しくねちょっと後半の方で全てね、しっかり解説しますので、 M1X チップに関してはですね、コア数はね変わらないということなので、例えば、Geekbench のねシングルコアのスコアとかに関しては、そこまでね変わらない。現在ねその M1 チップの性能とねそこまで大差ないんじゃないかと思います。とはいえ非常に十分なね高い性能はあるんですけども、ただですね、マルチコアの、スコアに関してはかなりね、すごいことになるんじゃないかと思います。今現在ですね、その M1 チップのスコアが、7500ぐらいなんですよね。過去のね上がり具合とか、上がり幅ですね、そこから逆算して考えてみると、少なくともね大体 1.5 倍とかになってるんですよね、昔のパターンから見ると。なので大体7500の 1.5 倍とかって考えると、11250とかですねあたりか、それ以上大体10000、本当に倍だと14000とか、でもそれぐらいになるんじゃないかと思います。じゃあこれどれぐらいのね数値なのかっていうと、例えばそのデスクトップ PC であるですね、iMac Pro とか、今現在最強の Mac であるですね Mac Pro と同等ぐらいのね数値上はですけど、性能的にはそれぐらい出るんじゃないか、それぐらいのね数値になるということですね。例えばこの最強の Mac Pro、 お値段が見てもらうと、その12コアのね CPU が乗ったモデルで約70万円ですね。しかもこれ一番安いモデルですよ。容量とか GPU とか一番安くしてこれぐらいの値段ですからね。ここになると本当もう車をね買うぐらいの値段になってくるんですけども、なんで iMac Pro とかですね、Mac Pro、それぐらいの CPU 性能が乗った MacBook がその MacBook に乗ってくると、でそれをその持ち運べるね、外で作業できるような時代がね、そういう未来がもうやってきてるっていう感じですね。 GPU については現在はね8コアのモデルになってるんですけども、なんでこれ脳みその数とね思ってもらえばいいですね。これが M1X ですね、おそらく12コアとか、16コアのものが搭載されると思われます。わかりやすく言うと、今まで8人でね作業してたのが、それが12人とか、16人とかで作業するわけなんで、当たり前ですけど早いですよね。一人当たりの作業量が同じだとすると。この GPU についてもね、かなりすごくなりそうっていうところで、大体 M1 チップのそのメタルスコアっていう
ものを見るとね、その GPU 性能ですね、まあ動画編集とか画像編集のところを発揮されてくるんですけども、そのメタルスコア見るとわかるんですが、だいたい今の M1 の MacBook Air が18000から、だいたいプロでね、まあ出て22000ぐらい、まあ間を取って2万ぐらいって考えると、これもね、過去の上がり幅が考えるとですね、だいたい倍ぐらいになってるんですよ。まあだいたいじゃあ4万から、まあ4万4千とか、まあそれぐらいになると、かなりね、やばい数値なんですけども、どれぐらいのものかっていうと、まあわかりやすいもので言うと、だいたい今 AMD Radeon Pro の 5600M っていうものと同じなんですよね。これどういうものかっていうと、今のですね、プロの16インチ、一番いい、GPU 性能のものなんですよ、これ。なんで、例えばね、購入画面に見てもらうとわかるんですけど、追加するだけで7万円とか8万円とかかかるんで、ほんと iPhone 12ぐらいのね、値段ですよね。買えちゃうぐらいの値段かかるんですけども、普通にこれだけ載せるだけで30万とか普通に超えてきますね。おそらくこれが、一番安いプロの16インチの標準モデルとなるものに、このぐらいの数値になるんじゃないかと。思われます。なんでお値段はね、詳しく後で言いますけど、まあ、据え置きになると思うんで、これかなりね、やっぱ楽しみだなっていうところですね。で、さらにその、アップルはですね、おそらく2つのバージョンのですね、M1X、まあ、チップのそのモデルを発売するんじゃないかと。それが言われてまして、まず、標準モデルですね。まあ、一番安いモデルとなるのが、その12コア GPU のものっていうのと、オプションとして、16コアの GPU ですね、乗せたものが選べるようになるんじゃないかと。おそらく、まあ、その数万円ぐらいの差をつけてアップグレード、できるようになるんじゃないかと言われてます。実際に例えば今の MacBook Air ですね、M1 のものでは GPU がその7コアのものと8コアのものが別でね発売されているので、そういった同じようなね発売形態になるんじゃないかと。待望の4つのサンダーボルトですね、要するに USB Type-C がですね、まあ両側にこう2つずつで合計4つついたものをモデルになる、ハイエンドのプロ13インチとかプロの16インチと同じようにですね、両側にね端子がついているものになると。これはね結構確実なんじゃないかなと思います。現在その M1 チップ搭載モデルというのはもう左側に2つしかないので、まあ例えばその充電サイトとかですね、外部ディスプレイとかまあ、繋ぐときに、まあ、結構不便だったりするんですね。いちいちこう、ケーブルを回して刺さないといけなかったりとか。その端子の理由とかで、まあ、プロの13インチのね、まあ、ハイエンドモデル、まあ、インテル版ですけども、それはまだ、残ってるんですよね。残ってるんですけども、これが、まあ、アップルシリコンに全部、切り替わっていくという感じですね。いったところで、まあ、Mac mini とかもそれは同様だと。Mac mini の場合だと、そのハイエンドモデル、その選択肢がなかったですね。10Gbのそのイーサネットの接続とかも、まあ、端子とかも、選べるようになるんじゃないかと。思います。また、メモリーに関してもですね、標準モデルがですね、おそらく 16GB のユニファイドメモリーになって、現在の例えばプロの13インチのオプションと同じようにですね、32GB にアップグレードがね、可能になるんじゃないかと思います。で、こっからですね、じゃあどの Mac にその M1X チップっていうのが搭載されてですね、まあ、いつちょっと発売されるのかっていうことについて、まあ、リーク情報とかをもとにですね、お話ししていきたいと思います。で、まず、まあ、この著名なアナリストであるですね、ミンチーコーさんという方が出してるんですけども、この人結構ね、当たるんですよね。まあ、よりますと、まあ、新しいその MacBook Pro の、まず 14.1 インチですね。こちらと 16.1 インチが、デザインが、もう完全に一新されて、まあ、2021年のその半ばですね。まあ、それまでには登場するんじゃないかと。まあ、半ばか、第3クォーターなんで、6月から9月か、ちょっと後半目ぐらいに、まあ、それまでには出るんじゃないかと、言われております。で、おそらくデザインとしては、まあ、結構 iPad Pro とか iPhone のようなですね、まあ、その画面の結構角が結構丸まったようなね、デザインになるんじゃないかと思います。例えばその新しいね、その MacOS の、まあ、ビッグサーですね。まあ、これとか見てみると、角が結構丸まったようなね、まあ、アプリのデザインとか、UI、そういったデザインがね、OS の中で対応されているので、本体とかね、まあ、その画面デザインとかに関しても、iOS っていうかね、その iPhone とか iPad に結構寄っていくんじゃないかな、思いますね。で、またその画面へのね、ミニ LED っていうのね、搭載も、まあ、あるんじゃないかと言われております。まあ、このミニ LED って、まあ、なんだよっていうところなんですけども、今ある、例えばね、主なその画面に使われているものっていうのが、大きくはやっぱ LED ですね。液晶ディスプレイと OLED、有機 EL ディスプレイになってくるんですけども、このミニ LED っていうのがその2つの、まあ、いいとこ取りをね、結構してるっていうね、技術になります。いいとこ取りがね、できるってことで、その新しい技術なんで、まあ次来るんじゃないかっていうふうに、まあ言われてるんですけども、例えばですね、その、まあ薄いとか、まあ柔軟性とかも、もちろんある上に、まあ、画面のね、焼き継ぎがしないとか、まあ、有機EL とかだと長期間使うとね、画面がこう焼き継ぎ、見えづらくなっちゃったりとか、あるんですけども、あとやっぱ画面の明るさですね、まあ、輝度って言われるものが、結構まあ、高めに設定できるので、明るくて、まあ、見やすくなるとか、結構ね、メリットはめちゃめちゃあるんですけども、まあ、ただやっぱね、新しい技術ってこと、生産段階とかも、まあ、いろいろあって、まあ、コストがね、めちゃめちゃ高いっていうところですね、デメリットは。なんで、来年の例えばその Mac とか MacBook に、搭載とか、まあ、正直ちょっと現実的じゃないかなと、まあ、個人的には思いますけどね。まあ、皆さんはね、この辺どう思いますか？まあ、ミニ LED のね、まあ、搭載とか、新しいね、プロの14インチとか、MacBook 買いたいと思いますか？まあ、ぜひね、ちょっとコメントしていただければと思います。気になるお値段なんですけども、まあ、これまで同様でですね、まあ、おそらく据え置きのまま、発売されるんじゃないかと
思います。まあ、この可能性が、ね、一番高いと思うんですけども、まあ、なのでプロの14インチが今のプロの、まあ、13インチの上位版に置き換わる形で入ってくるので、まあ、それと同じ値段ですね。税別でなんで18万8800円からでプロの16インチが、まあ、現在の、ねまあ、インテル版ですね、まあ、そこと同じですね、まあ、24万8800円ですね、まあ、になるんじゃないかと思います。まあ、なんでやっぱこれまで同様にですねかなり iPhone とかにね似てきてるっていう、もう同じようなね価格形態になってきてると思うんですけども、性能はアップしたのにそのお値段はね据え置きっていうね、形を取ってくると思います。ここでね結構Apple うまくいってるってことはあるんで、まあ、このまま据え置きで売るとまあ、結構売れそうだなっていう感じはしますね。まあ、実際例えばまあ僕がその、まあ、Apple のね社長だったらそうするかなっていうか、まあ、実際自社製チップを使うことでまあ、コスト下がってるってこともまあ、ありますし、やっぱり今このパンデミックの影響とかもあるので価格をねそんな大きく上げてくるってことは儲け主義のねアップルがそういうことはしてこないかなと思いますね。でまた MacBook Air とかについてはどうやらなんか2022年に大きいねアップグレードがあるっていう風なまあ予想が出てたので、当分はねやっぱりまあ M1 チップ出たばっかりっていうのもあるし、当分はね購入しても問題ないんじゃないかなと思いますね。エントリーモデルに関しては大丈夫だと思います。一番まあやっぱ早く出るんじゃないかっていうのがiMac のね24インチですね。まあ、27インチはね最近出る版なんですけども刷新されたんで先にやっぱ24インチかなっていうところなんですが、おそらくその2021年の第一四半期ですね、まあ、大体3月ぐらいまでに今出るんじゃないかと言われておりまして、まあ、おそらくまあそのさっき言った14インチのプロとか16インチのモデルが出る前にその M1X チップ搭載とかで出るってことはまずないと思うんで、エントリーモデルってこともあるんで、まあ、M1 チップ今のものと同じものが搭載されると思います。そこにね持ってこいかと思いますので、ということでまたねちょっと最新情報出てきましたらねどんどん解説していきたいと思います。まあ、こちらの動画少しでも役に立ったなと思った方はぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメントもねどんどん気軽にお待ちしてますので、もちろんね全部コメントを見させていただいております。僕もねコメントで勉強になるってこともねめちゃめちゃ多いので、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。最近寒いですがバイバイ。